前回に引き続きゲストで那須大輔さんにお越しいただいております。今回は浦和レッズで5年間一緒にプレーした那須と埼玉スタジアムツアーをやりたいと思います。埼玉スタジアムツアーって、うん、あるのは知ってたでしょ。あるのは知ってましたけど、現役の時にさ、うん、なんかそういうのを やってるのを見てたけど、うんうん、実際にそれって体験したことはないよね。ない、うん、当時の思い出を話しながら、おお、いいじゃないですか。スタジアムを巡っていきたいなと思うんですけど、うん、今日はね、あのスタジアムツアーのツアーコンダクターっていうんですかにも来ていただいて、ね、レッツのユニフォームを着て、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。どんな案内してくれるんですか。埼玉スタジアムの選手が使っているお部屋を、実際にいたので、お二人が使っていたお部屋をご案内を。なるほど。最初はベストピッチね、何回ももらってるから、おー、すごいいスタジアムっていうのでね、うん、ちなみにユニフォームは西選手ですかね。はい、そうですね。前回の鹿島アントラーズ戦でアシストをということで、はい、西大悟選手のユニフォーム。じゃあそれってこうツアーを案内してくれる人っていうのは、その前の試合で活躍した選手のユニフォーム着てたりするの。なるべくこう絡めて着るようには。じゃあチーム良くなかった時はその時はスタッフの思い入れがある選手を分かりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、はい、なんですか、ここにボールがあって写真と、あ、当時の、あ、え、これもしかして那須は？いるいる。どこ？ど、いつから？2013、14。那須はでいつもでかいから後ろなんだ。後ろ。やっぱりほら、俺と阿部は、ね、監督を挟んで仲悪いから隣にいないって。隣にいない。懐かしいね。じゃあもう普段通りにお願いしていいですか？はい、よろしいですか？はい、お願いします。お願いします。じゃあまずはまだお二人があまり入ったことのないようなお部屋になるかもしれないんですが、ボールルームと言われるお部屋になっていて、はい、記者会見と、あと新加入選手が入った時に、そうだ、え、やった？やったやった。ここでやった？やった、うん。で、外でそうそうそう、ユニフォーム着て、リフティングして、そう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 、落としちゃって落としちゃってって感じ誰が落とすんやって反対側のこちらの後ろの壁、ミックスゾーンと呼ばれていまして、試合の後によくインタビューを行われる場所ですよ ね、うん、勝った時はね、うん、気持ちよくここをね、こうやって通って、那須さんって、うん、今日はどうでしたか、今日の得点はみたいなそうそう、で負けた時には、負けた時にね、もうね、ここで通りたくないんだよね、うん、もうね、あんまね、こう誰かがインタビュー受けてる、もうすぐもう通り過ぎようとしてでも那須さん、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 ね、止められて、ああ、すいません、お話聞かせてくださいっていうね、うん、ことがあるね、ありましたね、うん、ここそうだ。いや、思い出すよね、思い出すよね、思い出す、思い出すね。こちらが選手入り口ということで、実際に選手が、浦和レッズの選手、ホーム側の選手が入ってこられる選手入り口になっておられます。2人もここから。そうですね、そうですね。え、音楽聴いて出てきた？いえ、浦和レッズに。何聴いてた？ユズ。ユズ、なんでユズ好きだったの？好きなの、栄光の駆け足。あ、聞いてない音楽。俺はヘッドホンだけしてた。うん、でも聞いてない。音は流さずに。なぜに？音流すのは別に後でていいかなみたいな。あ、そうなんだ。だけどほら、なんかさ、こうつけてた方がカッコつくじゃん。バスから降りてくるし。なるほど。カッコつけの。うん、そのぐらい。ああ。見栄えね。冗談ですよ。ちゃんと聞いてましたよ。ちゃんと聞いてました。はい。この選手ラウンジという場所にやっていくんですが、試合の後に使われるお部屋ということで。軽食？軽食。うん、軽食はどういったものを食べになるんですか？カレーとかパスタとか。おにぎりとか。炭水化物。うん。が合う。やっぱりすぐエネルギー補給ができるようにということですね。はい。ちなみにお二人よく座られていた場所とかってありますか？いや、どこだろう。俺はどこだったっけな。あ、でもここでジェイリングタイムを、そう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 、かなんかが流れてて、そうそう、ね、
他のね他会場の試合結果をね、試合結果みんな見ながら食べるみたいな、はいはい、でも勝った時なんかねちょっとこうあゆっくりね、そうそう、うちらどこ抜かすんだとか思い出、負けた時はどういった雰囲気なんですか？いやもうなんか、まあ見てますけど、あんまり多分言葉数そんな多くないですよね、うん、多分ここにいる時間も短いかも、そう、あ、うん、もうすっと、うん、そんなにこうゆっくりお食事されるようなところではないんですね、うん、まあ、勝つとゆっくり、勝つとゆっくり、うん、騙しながら、うん、負けると、うん、そして試合当日はこちら飾られてはいないんですけれども、いつもスタジアムツアーでは飾らせていただいているこちらのフェアプレーフラッグと呼ばれているものなんですが、このフェアプレーフラッグちょっと特別なものなんですけれども、はい、うん、ケータ選手覚えていらっしゃいますか？覚えてないですけど、なんか書いてありますね、うん、はい、これ2015年11月22日のヴィッセル神戸戦のもので、鈴木啓太選手が引退する最後の公式試合のフェアプレーフラッグをいつも飾らせていただいているんですが、そうなんですね、インクの濃い方が浦和レッズの選手、はい、でインクの薄い方が対戦相手のヴィッセル神戸の選手のものなんですけれども、待って、お疲れ啓太さんって書いてあるけど本当だ、誰？こちら31番で安田選手、安田みち、あ、はい、あ、そうなんだ、書いてくれたんだ、所属してたのにねえな、なんで入ってないのベンチにも試合出てたはずなんだ、出てたでしょ、なんで書いてないの、あ、フェアプレーフェアプレーを誓わなかった忘れちゃったかな、実は那須選手この試合はですね、ベンチ外になっておりましたあれベンチ外じゃん、はい、2015年15年11月22日最終戦ベンチ外でした、はい、それさえも記憶ない、あれなんでだ、あ、累積、いや違う、累積、累積だったかもしれない、もしかしたらなんで俺の最後の試合にお前ってやつはそれでは奥の方に進んでまいりたいと思います、一瞬だけすいません、一瞬だけすいません、ありがとうございます、お待ちください、あ、そうか、そういうのを撮っておくのね、ちゃんとね、こういうの動画にちょっとこうやってそういうこと、ね、ストーリーに載っけたりとか、あ、そういうことね、ケイタさんのメッセージもあります、めちゃくちゃ淡泊なメッセージです、何メッセージ、サインだけね、はい、そう、まあ、安倍がね、ここにいてね、ありがとうっていう厳しいですね、やめてよいやー、ここ来るとなんかこう鳥肌がちょっと立つ、なんないでしょ、なんないなんないでしょ、なんない、ロッカールームとなっておりまして、はあ、すごい、ロッカレッツの選手が実際に使われているお部屋になっております、本日はツアーの仕様ということで、歴代の浦和レッズのユニフォームと、あと日本代表のユニフォームを飾らせていただいております、ほら、那須、ほら、座らないと那須の席に、これはこの辺だったかな、これはこの辺だったかな、俺ここだったと思う、これここだったと思う、これはここでね、ここはね、いいのはね、ここにね、棚がついてるのよ、あー、確かに、だから荷物をこう置ける、でもここ人とね、足がぶつかる感じで、浦和レッズの選手はポジション別に座られているキーパー、キーパー、西川修作はここは、だからキーパー、ディフェンダー、ディフェンスライン、うん、で、俺の横だいたい平さん、平川さんだった、うん、俺マッキーだった、ここ座るとき、だいたい、マッキーか森、森ね、でそっちが、まあ、どっちか平さんか宇賀かだってな気がする、うん、ちょっとした感動ポイントがございまして、ゴールキーパーの選手はスパイクのポイントがちょっと高くなっているので、うん、普段西川選手が使われているところは傷が多いんですよね、へえ、ただフィールドプレイヤーの選手が座るところは結構綺麗なままになっているので、そこはツアーの時にはこうやってみんな結ぶんだね、これこう、こうだったけどな、そうやって結んでた、うん、あ、それなんかちょっと待って、今それやって、俺なんかなんか今思い出した、いろいろその格好、うん、やってたわ、こうやってうんやってたかも、うん、で音楽聴きながらフンフンしながらあっち行ってそう牧野と追いかけっこしながらさそうそうそうピットブル聴きながらそう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 、え、で、ケイタどこまで来てたの、どこまでよ、俺はだからここだけじゃない、これは着てるよ、あ、こっから着てんだ、これ着てる、うわぁ、どっからこれ、ここまでか、これは、はいはい、
で、夏は？俺は2016か。あ、ここまで？うん、そこまで、ここまでだ。で、ここナビスコ。そうそうそう、撮ってルヴァンね、うん、ルヴァンか、うん、嘘言って、17年前よ。18、19で引退だから、17から。こっちほら、代表のさ、あの一番右のやつはさ、うん、俺らがさ、22の時のやつでしょ、うん、で、23のオリンピックはさ、うん、あの、本当だ、うん、あれじゃん、俺は行けなかったやつ、あてね、うん、うん、まあ俺も苦い、苦い思い出、まあ、うん、行って苦いって感じだったけど、ほろ苦いどころだ、ほろ苦いどころ、もうカカオ 100% ぐらい100% ぐらい。ちなみに鈴木啓太選手の2017年の引退試合の時のも、はい、こちらも書きましていただいて、ラーレッツの選手だと3人しか引退試合を行っていないので、すごい、こちらレジェンドの棚になっております。前半後半のこの間に皆さんここに戻ってきて、ここにも戻ってきて、監督が立ってしゃべる。監督は向こう側のところですか、どこですか。監督どこ座るの。どういう感じで皆さんいるんですか。俺もうちょっとごめん、忘れてるかもしれない。ここにいつもホワイトボードが、そうですね、あ、そうだ、あ、そうだ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 、はい、別部屋ですか。そう、監督は向こうの部屋だけど、コーチたちがいてミーティングの時にここに来て、うん、こうやってやる、うん、で、選手たちがみんなこう座って、那須は来て、うん、一番最初に何するの。来て、とにかく音楽まず聴いてる。ゆずを、ゆずを聴いてんだけど、あの緊張っていうか、あのなんていうの、興奮しきるから一回外して、マキとかモリとかの会話を聴いてた気がする。ああ、うん、あ、じゃあ結構スタジアム入ってくる時にもうテンションがもうフンフンしてた。フンフンしてた、本当にフンフン。あ、そう、エスコートキックっていうのもフンフンしすぎて本当に怖かったと思う。優勝した後ってここでシャンパン的なそういうのがあった。あった、あの全部ビニールシート敷いて準備してあって。あ、 そうなんだ。それ何の時ですか。2006年ギドの時にふわーってやって、すっげーシャンパン臭いみたいな。ここの部屋で、ここ、あ、そうなんですね。え、多分これ言っちゃダメかもしれないよね。やったとか、まあやっちゃったからしょうがないよね。で、多分そう、あの水ね、水浸しになっちゃうから、多分スタッフが全部ビニールをかけて内緒でやったんじゃない。それ楽しい思い出もなんか辛い思い出もある場所なんですか。どういう場所なんですか。啓太さんとか那須さんにとってこの場所。俺はなんかまあ嫌なっていうかさ、あの記憶もあったけど、結局こう熱くこうなんていうんだろう、燃えるものがあるから、うん、まあ、記憶として多分すごく良かった、うんうん、まあ、聖地じゃないけど、うんうん、良かった場所、良かったっていうか、まあ、いい場所だったんだろうなっていう、うん、戦いの前に行く選手たちがここにこうずらっといるわけでしょ。やっぱちょっと空気感違うよね。違う、今日のこういう空気じゃなくてさ、真剣というか、やっぱね、雰囲気とかも全然違うから、うん、それをこう思い出すと、うん、ああそういう空間にいたんだなとは思う、うん、でもさ、それってさ、うん、他のチーム、レッツ以外のチームもさ、うん、そういうホームゲームがあってさ、うんうんうん、雰囲気があるわけじゃん。あるある、うん、それチームによって違うの。違うね、雰囲気はもちろん。ちょっとレッツは大ふざけ入ってた、どうして巻きとか森とかね、盛り上げてっていう、うんうんうん、だし、まあ本当チームによってだね、全くこうコミュニケーション取らないで、それぞれこう、なんかそれぞれでこうルーティン化されてて、マリノスはどうだった。マリノスはだから、そんななんていう、みんなこう喋る感じではなかったと思う。レイソルはどうだった。レイソルは、あ、もうそうだね、いや、そんな感じだよね。そんな感じ、そんな感じするな。シーニョ監督がいて、それぞれ音楽聴いて、それぞれでアップして。え、このさ、うん、ロッカールームのネルシーニョって怖いの。声はかけづらいね。もう、なんていうの、スイッチ入んのよ、もう目から、目が違う。へ、うん、勝負師、勝負師。ミシャは、うん、ミシャはもう勝負師なんだけど、その中にもちょっとなんか優しさというか、優しさがね、あ、絶対 にじみ出ちゃう。そう、ネルシーニョにじみ出ない。あ、そう、優しいの、ネルシーニョ。優しいの、普段めっちゃ優しいの。あ、そう。でも、そう、試合入ったら優しさの嫌な字もない。こちらがウォーミングアップルームということで、
ので、はい、はい、ここはよく選手がいる場所、一番いる場所というふうにお伺いしているんですが、はい、お二人はどこで過ごす時間が多かったですか？僕この辺が多かったですね。あ、それぞれにエリアみたいなのがあるんですか？いや、まあ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 、うん、たまたま僕はこの辺が多かった。那須その辺多かったよね、はい、で、なんでかっていうと、はい、ここにパワープレートが置いてあって、そう、そうです。なるほど。で、ここでよくマキちゃんがストレッチとかこうやってやって、うん、で音楽かけて、で那須がこの辺にいて、マキノはこういう風に準備してこうやってやると動きに合わせてやってるっていうね、うん、あったよ、あった。でそれを俺はこの辺から見てて、ああやってるやってるっていう、だからここら辺だったんですよね。なんかここ来るとスイッチ入るみたいなのあるんですか？ここに来るとスイッチを入れる準備するみたいな感じじゃない？いや、スイッチ入るのはもうあそこでしょ、うん、あ、違う、もう、いやいやいや、もうバスのところから入ってるのか。いや、それはふんふんしてるけどそこに出ない選手たち、出場しないベンチとかベンチ外の選手たちが並ぶんです。で、そこでみんなタッチして階段を降りてスタメンの選手は出てくるみたいな。ここからグッとこうエンジンがかかるような場所に、そうですね、進んでまいりたいと思います。ここね、こう声かけながらね、こう行くぞみたいな感じで、うん、ここ何の場所ですか？ここ整列する、整列するっていうか入場する前の場所で、ここでの雰囲気はどんな感じなの？和やかに、あの相手チームの選手と喋ってる人もいれば、俺みたいにフンフンしてる人もいればもうなんかここからもうバチバチになったりとかするんですか？それはないかな、うん、そのすっげーここでバチバチしてる感じはないよね、うんうん、でもそこまでやっぱ仲良くはないっていうか、あの張り詰めた試合ほどあんまり言葉数がやっぱ少なくなるかもしれない、うんうん、タイトルがかかったとか、まあ、だからあの音楽が流れる瞬間だよね、うん、こうスイッチパチって入るのは確かに。で、これで今から音楽が流れますか？流しますか？流れない。あの最新 の、 あのカセットテープでよかったら。カセットテープ？カセットテープ、どういうことですか？CD でよければ。え、それを普段流すんですか？ツアーの時は CD で流してます。流そうよ、それは。いい、流そう、流そう、流そうよ。カセットテープこれじゃなくて、これちょっといや、逆にこういうやつで、ね、あ、それね、やっぱり。あ、それあ、じゃあ流そう流そう、じゃあちょっと入場しようよ。ありがとうございます。せっかくだいや、俺ちょっと今ね、少しだけ鳥肌立ったんだけどやっぱり思い出すよね。思い出す。いや、しかもさ、この音楽がいいんだよね。いい、いいの、スイッチ入んのよ、この音楽がいいんだよ、うん、はぁ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。日産 の、 あのお客さんの顔とかってピッチからは見えたりしますか？一人一人の顔ははっきり、うん、見ようと思えば見えるけど、でもやっぱすっごいたくさん人がいるから一人一人認識するのはなかなか難しいよね、うん、でもこれ言ってるんですけど、あるあるで、気づいてもらいたい方、気づいてもらいたい方は、うん、ユニフォームの背番号をピラピラピラってやると、お、確かに、あれ結構みんな見ますよ。俺、僕全員に答えてましたから、絶対に必ず。だから確かに、そう、自分の番号ね、自分の番号の裏側じゃないとダメですよ、うん、それをパーッとこうやってビラーって、しかもあのわざとアウェーの色とか、まあ、ホームでもいいんですけど、どっちでもそれやると絶対見ます。嬉しいですから。確かにそれ嬉しい、はい、他のスタジアムとのこの違いというか、このスタジアムならではの特徴みたいなのないですか？こんだけの規模感でのサッカー専用はもう
ここは真っ赤に染まるんですか。真っ赤、真っ赤か。でもさっき話してましたけど、ヘーターと入ったら入ったで、もうちょっとこう、なんていうんですかね、あのこんなに大きく感じないというか、そう、あ、圧迫感がやっぱある。人が入れば入るだけ。でもね、やっぱ声がね、すごいもんね。すごい。で、あとこういうのも多分あるから、声がこもるっていうのもあるし、だからあそこもね、全部屋根ついてたらどんだけの音になるんだろうなって思うけど。確かに。はい、3回にわたって、那須さんに最初でお話を伺ってきましたけれども、どうでした、スタジアムツアー含めて。こうやって改めて行くと、うん、まあもちろん選手でね、僕らがこう浦和レッズでやらせていただいたっていうのもあるので、うん、まあやっぱり当時の風景が脳裏によみがえるというか、うん、ですけど、まあロッカールームとかアップ場とか、うん、ね、本当ツアー初めて来る方とか、うん、絶対に楽しめるなと思いましたよ。お、ぜひ来ていただきたいですね。ぜひぜひ来ていただきたいですし、やっぱこうやってこのピッチサイドでこうやってね、やっぱここに立てるっていうのは貴重な経験かもしれないので、うん、うん、まあ素晴らしいツアーだなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後に那須さんにですね、はい、このチャンネルを見ていただいている方にメッセージがあったらお願いしたいなと思います。はいはい、鈴木啓太チャンネルのご視聴の皆様、今回、3回にわたり出演させていただいたんですが、啓太とはもちろん同期で、同い年ということもありまして、浦和レッズも一緒に戦いましたし、もう本当同志と言ってもいいと思います。うん、チャンネルを通してこの啓太が伝えたいものというか、まあ、ビジネスで今一線でやられてると思うんですけど、まあ、外側からそのサッカーを盛り上げたいっていうところだったり、彼の志や、まあ、その人間性っていうのをすごく覗ける素晴らしいチャンネルだと思います。なので、まあ、これからね、たくさん楽しい企画が続々と上がってきますと思いますのでプレッシャーかけないで本当に鈴木啓太チャンネルのご視聴をぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、那須さん、はい、3回にわたってどうもありがとうございました。ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。楽しかったっす。